メロガッパ。ということですのでね、なんかいろいろね、あのお祝いのコメントもいただいてますよ。はい、サラアルバム発売おめでとうございます。ありがとうございます。発売記念として、うん、サラちゃんになりきってトークをしませんか。いや、まずサラちゃんって誰なの。ああ、よくぞ、ま、よくぞそこから言ってくれたね、ありがとうね。俺もあんま分かってないし。俺もなんでお前分かってない。確かに俺が勝手にやってるやつだから。知らんのお前サラちゃんのこと。知らないな、どういう人なの。サラちゃんやね。おいちサラ売る発売したし、はいはい、サラツアーもあるから、うん、俺ツアーな、はいはい、それを盛り上げていきたいのが楽しみやなっていう気持ちが、うん、こう集積して具現化した
金髪美女やで、ちょっと怨念的な何か見方によっては、うん、まあこうお祓いの対象でも頑張っていきましょう、楽しみはしょいっていう存在やな、の金髪美女のサワちゃんやで、うん、見てほら、うん、お口がサワになっとんねん、あ上手ですね、感じのサワになっとんねん、こういうウィットに飛んだ感じがあるでしょ、ウィットに飛んだ感じが割と好ましいでしょ、喋り方がうぜえあんまり出番ないんやけどねえ、あのファンクラブのね説明の時しか出てこないから、ね、そうファンクラブのスクラッチの説明を担わせてもらっとるこれでこいつが全然内容が入ってこないよね、大好評でおま、うん、好評なんだそれ、大好評でおまはい、他にもいろいろね相談とか質問してます、はい、もうそろそろ、はい、副担の誕生日なのですが、副担任ってことね、副担任ってことやな、はいはい、良いサプライズありますか、新卒なので飛びっきりなことをしたいです、おお、いい生徒だね、いい優しいね、優しいわ、先生も嬉しいよ、その気持ちだけでいいよ違う、やった方がいい、なんかあらへんって聞いてる、うん、どんなんがいいですか、サプライズね、サプライズね、靴に画鋲入れとくとか、違う、ショッキング、それでサプライズ言われても何のことでもないから、ドアに透明なラップ貼ってラップよく見るけど、TikTok とかで見たけども、サプライズ、ね、よくない、嬉しくない、森が言って歌うわ、はいいや誰やねんめっちゃおもろくない、誰やねんが来て歌うっていう、なんかめっちゃ白いタキシードみたいな感じでちょろ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 違うムーディーじゃない、ちょろちょろ、サガツアーに50代男性と共に参加します、おありがとうございます、本人は、うん、おじさんが参加しても浮かないかなと非常に心配している様子です、お共に参加する50代男性に向けてエールをお願いいたします、これは大丈夫、ああもうそれストレートなタイプのエール、大丈夫じゃあ大丈夫だ、全然大丈夫でしょ、だってやってる方がもうおじさんですからね説明少なくとも3おじいるわけですよこの段階で、確かにだってなんならピアニーとかもおじさんだし、確かに4おじですよこの段階でおじさん4人集まったら怖いことないからね、集まったら消えますからポンって全体全体です、だからおじさんがおじさんに会いに来るんですから、うん、この上なくすがすがしい、すがすがすがしいです健全なおじさん集会ですから逆におじさんじゃない存在の方が異質ですよこの段階ではえ、もしかしておじさんじゃないのって逆にね思うよ俺は、うん、はちょっと無理があった、ちょっと無理があった、それ無理があった、うん、いや俺は逆におじさんが中心だと思ってるよ、なるほどね、うん、これもんでおじさんの入場だっつって、うん、青コーナーみたいなおじさんいや普通におじさんもいるから、いや普通におじさんいるよな、普通におじさんいるからね、いてくれてるので、うん、大丈夫だよ、大丈夫です、おじさん探ししな、むしろ、うん、何かハマれるものを探している姉と友達がその辺にいたので、うん、メロンアッパ沼に落としてきましたとありがとうございます、ギャグ系、歌唱力で殴る系と好みが違う人たちですが、はい、それぞれ楽しんでいるようです、本当にありがとうございましたと、ね、おすすめしてもらえるのも嬉しいし、確かにそれでハマってもらえるっていうのは本当に嬉しいです、ね、はい、ぜひそのハマってくれたお二人におすすめしたいのが、はい、森くんが女装して歌ってるやつあるんだけど、勘弁してくださいな本当にいいのよそれ多分まだ見つけてないと思うのであんまり上の方に上がってこないから、まあ、動画結構前だからね、うんうん、おすすめには絶対上がってこないから動画、うん、俺2回連続同じ編集をすんの今この辺サムネ出てるでしょここ出てるよね、ここ出てるよね、佐久間一押しみたいな書いてあるよね、ここね、マジおすすめなんで、これ前回もやったのよこれ俺もうため息つけながらやったのよなんでだよなんで見たくないんだよ、どう見ても見たいよあれをじゃあやんなよ、まあ、ごめんなさいですね、高一の息子が、はい、もうすぐピアノの発表会なんですが、いいね、全然やる気が湧かず練習もあまりしていません、発表会がやばいです、うん、メロアッパさんから何かアドバイスや応援の一言や一括をお願いしますと、いやでもすごいね、うん、高一の息子がピアノやってんだって、あんま聞いたことないね、ちなみに私もピアノ習ってたんで、はい、気持ちすごい分かるんですよ、うん、練習を死ぬほどしたくないの
俺たちは俺たちは、うん、なんでピアノ始めたんですか。そうだったお姉ちゃんがやってたもん。お姉ちゃんやってたもんねそうでもね、あの大丈夫、うん、俺はその息子に伝えたいのは、うん、ピアノの発表会ってさ、こう順番にこう弾いていくんだけど、はい、男子は本当にいないの。あー確かにね、女の子の方がやっぱね多いのね、なんだかんだ言って高校ぐらいまでなるし、ね、なかなかいない、ね、あのね、だから登場した段階でもう勝ちなの勝ちなの登場した段階で若干ざわつくから、うん、おーあ男の子しか結構大きい、まあ、なるよね。もう勝ちだから、その段階で勝ちって何やもう、なんならそのまま弾かずにはけてもいいよちょっとそれおもろいな。でもさ、出てきてさ、あのピアノの素通りしてそのまま反対側に回ってそのまま今、あ、何だったんだろうなって言うでもそういう人いたら、うん、私好きになるかも発表会もやっぱり一種のエンターテインメントじゃないですか。そう、エンタメ大事だよ。素通りしましょう、うん、一回ごめんお母さん、練習はしないと思うごめんな多分、素通りの練習ならするからいかにどんな顔で素通りしたら一番面白いか、これを研究した方がいい、ね、高校1年生ぐらいはそういうことが一番したいから、うん、どうだろうね、真顔がいいのかちょっとドヤ感があった方がいいのか、まあ、途中入ってきて、まあ、一礼をするよね。あ、一礼してそのまま行く、一礼して上がってそのまま行く。いやでも俺こう出てきてさ、こう出てきてこのままこう普通にいなくなるのも割とあ、だってただ通りがかった人かなみたいなのも割と好きだけどという感じでたくさん質問来ました。そうだ、本当にありがとうございます。引き続きですね、メロガッパに質問や相談があれば何でもかんでも送ってください。よろしくお願いします。しかし森くん稲葉でしたね。思い出したかのように。いやサムネの森マジで稲葉だったんだけど。あのちょっとこれはちょっとね、どう皆さんどう思うか分からんけど、マジで あそこだけ稲葉の写真っぽいっす。いやビーズファンに怒られる。いやでも割といいとこ行ってたと思うよ。まあでも頑張ったよね、あれはね。ビーズファンも割と稲葉だなって思ってんじゃないかなって。俺は割とおすすめできる。ただ隣にいる人は井上陽水さんだったんですよ。奇跡のコラボレーション。そうだね、コラボレーションが実現してしまったのはあったね。楽しくやらせていただきました。ありがとうございます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。裏側はメロガッパの裏側の部分を覗き見できる公式ファンクラブアプリです。おーっとー、森と佐久間のここでしか見られない姿がいっぱい。他にも超限定のコンテンツが盛りだくさん。メロガッパ公式ファンクラブアプリ裏ガッパ。